鶴瓶落し峠は、青森県中津軽郡西目屋村と秋田県、山本郡藤里町にまたがる峠である。ひばる沢渓谷の紅葉あたり峠は、西目屋村市地区と藤里町田良地区にまたがり、世界遺産、白上山地の東側に位置する。東峠のすぐ西側には、青森県道、秋田県道317号西目屋二つ井線が、通り、 県境の区間には、鶴瓶トンネルが通っている。なお、県道317号は、登記館及び悪天候時には、通行止めとなる。トンネルができる以前は、牛馬や荷車は、通れず鎖を使い急な崖を200メートルも上り降り、しなければ通行できなかった峠である。そのため、井戸の鶴瓶落としから名付けられた。また、 峠の上には貴重できるノートが据え付けられていた。道路とトンネルが完成して、峠から見えるヒバル沢の紅葉や、ヒバ、天然秋田杉が、名物になっている。峠周辺は県境に沿って、白神山地から、八甲田山、十和田湖周辺に至る、白神八甲田緑の回廊となっている。野生動物の移動する経路として設定されている。秋田県側は、 峠まで全面舗装されている。青森県側は峠から5トル程度が舗装されている。土砂崩れのため2005年5月から2008年5月23日まで通行止めが続いていた。また2013年8月の集中豪雨で通行止めになり2014年11月まで通行止めが続いた。峠の青森県側は 比較的なだらかで、ブナ林の中に渓流が続く、白上山地特有の地形となっているが、秋田県側は、崖と、ブナや、ヒバ、天然秋田杉などの荒々しい地形となっている。有雪や高雨時には、滝が現れる。春には新緑に包まれた背景と道路沿いの、裏白洋落紫や塩ツ,ツジ、タムシバなどの花々が咲く。鶴辺落とし峠は、 津軽藩と久保田藩をつなぐ峠の一つであった。主に、オップ鉱山やタラ鉱山への物資の交換のため、人々が往来したと言われている。母親戦争では、大館城工場戦で津軽藩は久保田藩を応援し、協力して大軍で押し寄せる南部藩を攻撃したが、大館城は落城した。 その後、鶴瓶落とし峠の川下にある君、町坂に防衛地点を再設定した、久保大藩は、津軽藩の裏切りを警戒して、鶴瓶落とし峠に数人のまたぎよりなる鉄砲隊を配置した。その際、峠では、たくさんの松明を焚き、大勢の見張り兵が立ちはだかる偽装をしたという話も、ある。君、 町坂の名称は1881年に、明治天皇によって名付けられたとされるのが始まりであり、母親戦争当時は君、町坂とは呼ばれていない。藤里の歴史散歩服、司みつる。ありがとうございます。